東警察署は、福岡県警察が管轄する、警察署の一つで、福岡地区に属す。署長の階級は、警視制で、身分は、国家公務員。九州最大の都市福岡市の7行政区のうち、最も人口が多い東区を管轄する。全教等の拠点であった九州大学の直近にあり、旧カ谷軍全域を管轄していたことから、 かつては、県下一の所員数を誇る、大規模広域警察署であったが、1994年3月に、現在のか谷郡と小菓市を管轄するか谷警察署を、新設し分割した。館内には、九州大学のほか、福岡市の東の福都新華市や箱崎郡、九州産業大学、海の中道、 博多湾は二郎沖に埋め立て造成中の人工島アイランドシティ、金隣発見地として有名な志賀島などがある。新聞やテレビでは福岡東警察署と表記されるが、これは東だけでは抽象的で所在地名が不明瞭なため氏名を冠している報道通称である。西側国道3号線東警察署入口信号交差点を東より、 来訪者のための駐車場はあるが、平日ピルマは特に混雑しており、公共交通機関の利用が推奨される。副所長の他に、警視総統職として、会計、刑事、地域、交通の4管理官を課長の上に置く。野中は、読み、所在地。ありがとうございます。